東九州自動車道、東九州自動車道、東九州自動車道、東九州エクスプレスウェイは、福岡県北九州市を起点とし、大分県、宮崎県を経由し、鹿児島県鹿児島市に至る高速道路、高速自動車国道。略称は、東九州道、東九州道、東九州エクスプレスウェイ。 高速道路ナンバリングによる路線番号は、北九州ジャンクション清武 JCT 間が、宮崎自動車道とともに e 十清武 JCT カジキジャンクション間が e 七十八と各区間割り振られている。東九州と関する名の通り、九州の東側、スオーナダ、文後水道、日向灘、渋士湾沿いを南北に結んで、大隅半島の付け根を横断し、 北九州市、大分市、宮崎市、鹿児島市といった、政令指定都市や中核等を相互に連絡する道路である。このうち、カジキジャンクション市かこじインターチェンジは、九州自動車道と重複区間となっている。また、九州横断自動車道長崎大分線との重複区間である、早見 IC 大分メラインターチェンジについては、当初、大分自動車道、 早見 IC 日出 JCT は、早見支線の名称で案内されていたが、2015年3月1日に、早見 IC 日出 JCT が通称名として、2018年8月5日に通称名としていた早見支線を含む早見 IC 日出 JCT 大板メラインターチェンジが、それぞれ東九州自動車道に改められた。なお、編入された区間のうち、 大分農業文化公園インターチェンジ大分 IC 館は最大で標高約400メートルの別府湾岸の山肌を通るため雨の土に霧が発生しやすく冬場は降雪に見舞われることがあり東九州道編入以前から悪天候による通行止めが多い区間であるまた中津インターチェンジ別府インターチェンジ館では積雪時に冬用タイヤチェーン規制を敷く場合がある 1999年11月11日に、大分メラインターチェンジ大分宮川内インターチェンジ間が、東九州自動車道として、初めて開通。以降、前述の重複区間を除けば現在までに、北九州ジャンクション清武南 IC 間、日南北号インターチェンジ日南東号 IC 間お及びかの薬白ら JCT カジキジャンクション間の3区間が、 東九州自動車道内市東九州道のネットワークの一部に組み込まれる予定の並行する一般国道自動車専用道路、いわゆる路線として開通している。A 路線としては、国道10号のバイパスである、西田道路、宮古町築城町、宇佐別府道路、宇佐市肘町、延岡道路、延岡市、延岡,市延岡市南道路、延岡市角川町、早戸道路、 霧島市愛ら市、国道220号のバイパスである日南、渋市道路、日南市渋市が該当する。新直轄方式による、整備区間として、再起 IC、北川インターチェンジ間、清武 JCT 清武南 IC 間、日南北号インターチェンジ日南東号 IC、かのやくしら JCT 末吉田からべインターチェンジ、間が開通しており、 清武南 IC 日南北号インターチェンジ館、日南東号 IC 油津インターチェンジ館、夏井 IC 渋市 IC 館、渋市 IC 館の薬白 JCT 館の4区間で整備事業が進む。一方の油津インターチェンジ夏井 IC については、東九州自動車道で唯一の未事業化区間として残っている。 高速自動車国道としての東九州自動車道は、高速自動車国道の路線を指定する政令により、下記の通りとされている。これを営業中、事業中路線の道路名に区分すると、以下のようになる。は、高速自動車国道に並行する、一般国道自動車専用道路。なおこれらの区間も、現地案内標識では、東九州道の表記がされている。以下においては、 特に断らない限り、並行する一般国道自動車専用道路を含めた道路名としての東九州自動車道の区間について述べることとし、重複する九州自動車道の区間については基本に当該記事に委ねるものとする。JCT、ジャンクション、IC、インターチェンジ、s i c スマートインターチェンジ、SA、サービスエリア、PA、パーキングエリア、 bs, バスストップ tb, 本線料金書 tn, トンネル。有料区間については高速道路機構との協定年度明確な開通時期が発表された場合には、その開通時期を無料区間については国土交通省沿線自治体が公表した年度を記載する。シーダ南 IC 部前 IC 間は区間内にある 未ん農家が13年間にわたり用地の明け渡しを拒み、日本国政府に対し事業認定の取り消しを求める訴訟を提起していた。一方で、福岡県収容委員会は、2015年1月に用地の明け渡しを命じる採決を下し、同年9月に行政大執行で、強制収容が完了した。NEXCO 西日本は、会社努力目標として2016年春の開通を、 掲げ、地元における事業への協力、理解が得られれば、協定上の完成年度よりも前倒しを目標として、事業を進めていくとして、事業の進捗が図られた。清武南 IC 以南については、進捗がかなり遅れており、清武南 IC と日南北号インターチェーンジ間、延長十九点零キロメートルの用地取得と、トンネル工事が難航している関係で開通時期の、 公表には至っていない。続く日南北号インターチェンジから日南東号 IC に至る区間延長 9.0km については2018年3月11日に開通。そこから先の大隅半島区間では日南東号 IC 渋市 IC 間国道225日南。 渋ぶ道路の、内日南東号 IC 油津インターチェンジ、延長 3.2km と、夏井 IC 渋ぶ IC、延長 3.7km が2016年度より事業化されたものの、この間の油津インターチェンジから、夏井 IC 間にかけては、東九州道全線で、唯一の未事業格間として残されている。この間のルートは、 国土交通省九州地方整備局が2013年10月11日に3案を示し、地元アンケートの結果や、時間短縮効果、災害時の避難路としての機能等を踏まえ2014年5月28日の社会資本整備審議、道路分科会九州地方省委員会において、全線で新たに自動車専用道路を新設する案が承認された。 同年7月31日には、東九州自動車道建設促進地方大会が、渋士市で開催され、国交省や沿線各県の知事に加え地元住民ら、約1300人が駆けつけた。福岡・鹿児島間では、熊本を通る西側を結ぶ九州自動車道が1995年に全通し、2004年には全線が4車線以上で完成。 加えて2011年には、九州新幹線、鹿児島ルートも開業したのに対し、大分、宮崎を結ぶ、東側の陸路は、一般国道や単線区間の多い、JR 日報本,本線による移動のみで、陸のことを、と揶揄されることも多く、九州内の東西格差の一因となってきただけに、この問題の解消に向けて、東九州道の全通にかける期待は大きい。 事業化から共用までは10年程度の期間を要することから大会では財源確保と早期事業化を国に強く要望することが確認された。渋部市伊については、渋部市 IC 水曜下からベインターチェンジ間延長4 8 0トルが日本道路公団時代の1997年度に一括して事業化され、2003年の新直轄方式への移行を経て、 このうちかのやくしら JCT 末吉田からべ、インターチェンジが2014年までに強用されている。一方で、渋谷 IC かのやくら JCT 間、延長 19.2km については2020年度までの開通を目指している。すでに暫定に車線で、開通済みの高速自動車国道に並行する、一般国道自動車専用道路、A 路線である、早戸と道路、 早戸東インターチェンジカジキジャンクションは、カジキジャンクション付近で、交通量の増加により渋滞が発生していため、2018年度より、4車線化工事に着手し、2024年度中に、早戸道路全線が4車線化される予定である。A 路線を含めて、東九州自動車道のうち、他の高速自動車国道に並行しない区間としては、初とな、暫定に車線区間の4車線化である。 2019年の3月と9月に東九州道の一部区間の4車線化が発表された。3月の発表では防災、減災、国土強靭化のための3カ年緊急対策により、ネットワーク寸断の高い区間を付加車線設置による4車線化として発表された。また9月の発表では優先的に4車線化すべき区間案として、 東九州道の有料区間の大部分を4、車線化する案が発表された。防災、減災、国土強靭化のための3カ年緊急対策による区間は平成31年度から財政投融資による建設を優先的に4車線化すべき区間は今後10年から15年をかけて財源の確保をしつつ建設進めていく予定としている。なお、 優先整備区間案は3年から5年ごとに見直しが行われる予定のため今後整備区間に変更が起こる可能性がある 40.7km2016 年度より日南東合 IC 油津インターチェンジ間と夏井 IC 渋市 IC 間が国道225日南渋市道路東九州自動車道に並行する 一般国道自動車専用道路として事業化され、ことになったが、県境部分の油津インターチェンジ、夏井 IC 間の事業化は持ち越された。5カ所のインターチェンジ、ハーフ含むの設置が検討されている。宮崎県内については、日南市に油津インターチェンジと南郷インターチェンジ、串間市に鳴田 IC と串狭間インターチェンジを設置する計画である。 インターチェンジの名称は歌唱。2019年3月1日に、油津インターチェンジ南郷インターチェンジと、県境部分のなる IC、夏井 IC が、国道220号油津、夏井道路、東九州自動車道に並行する、一般国道自動車専用道路として、新規事業採択時評価の保路線となり、同月29日にはこのうちナル IC、 夏井 IC 間が事業化された。また、この区間は、東九州道において、唯一完成に車線方式による整備となる、予定である。2018年度より、早戸東インターチェンジカジキジャンクションは4、車線加工時に着手中、完成予定は2024年度中である。新直轄区間に該当する、佐柄 IC、北川インターチェンジ、 清武 JCT 日南統合 IC、渋市 IC 末吉田から部インターチェンジの3区間については暫定に車線での整備計画となっているが、この3区間内で共用中の道路は対面通行になっておらず、中央分離帯が設けられている。東九州道において、完成に車線での整備計画となっている区間は、日南、渋市道路に相当する。 日南東郷 IC 油津インターチェンジ、歌唱館、及び夏井 IC、過唱渋ぶ IC、過唱館のみである。2019年度より、中型車以上の現金車を対象に、延岡道路の延岡ジャンクション延岡南インターチェンジの通行料金を設定予定。また、中型車以上の ETC 車で、延岡南道路を避けて、延岡南インターチェンジと、 門川南シックもしくはヒューガインターチェンジで出入りした場合に、延べ高南道路を使用したとみなして、通行料金を徴収する予定。これは、延べ岡南インターチェンジ周辺の生活道路への大型車流入対策の一環として行われるものであ。これに伴い、延べ岡南インターチェンジに料金所が建設される。詳細は、延べ岡道路、延べ高南道路を参照。 また、ETC 車限定で、同時に、延べ高南道路の料金引き下げを行う予定。2019年9月現在では、以下のようになっている。無人と表記された、パーキングエリアは、トイレと自動販売機のみの営業を行っている。重複区間、近隣の一般道の休憩施設も含めて、サービスエリア有人施設は8カ所、無人施設と合わせて13カ所ある。 開通当初、無人だった今川 PA 及び川南 PA は、その後有人施設が設置されている。特に川南 PA については売店及びレストランの増設が決定しており、2020年4月のオープン予定としている。今後の交通量等次第では何らかの休憩施設、売店施設が増設される可能性もある。2017年春に、 今川 PA にガソリンスタンドが設置され、さらに同年9月29日、川南 PA にもガソリンスタンドが設置された。また、今川 PA、高下 PA、別府湾、1、SA、道の駅北側は、湯マ、ま、川南 PA、桜島 S には、電気自動車向け急速充電スタンド、EV スタンドが設置されている。現状の東九州道は SA、 PA の数字体が乏しいため、その設置間隔が非常に長くなっているところが多い。特に2015年3月21日に、大分宮崎間が全通したことで、大分松岡パーキングエリア川南 PA 間で約 150km もの間隔が空くことになった。2019年9月23日に、再起や良 PA の上り線が共用開始されたことで、上り線は、 川南 PA 最期あ PA 間で約 110km に短縮されたが、下り線は最期あ PA 建設着工が未定であり、引き続き約 150km の間隔が空いている。こうした現状から、無料区間内、最期 IC の岡南インターチェンジ、清武 JGT 末吉田からべインターチェンジの IC においては、出入りに料金が発生しないという利点を活かして、 一般道の休憩施設と隣接する形で整備を行い、施設に SA、PA の代替機能を持たせた例が見られる、構えインターパーク、道の駅北側は、湯ま、道の駅のガタ・アラザノなど。国土交通省九州地方整備局やネクスコは、東九州道の北九州宮崎間における、休憩施設の案内マップを作成している。 北九州ジャンクション、清武南間では八十六本、日南北号インターチェンジ、日南東号 IC 間では零本、かのやくら JCT かじきジャンクション間では四本が建設され、東九州自動車道内での最長は、薄きつくみ間の薄新トンネルである。現在開通しているトンネル本数、九州道重複区間のぞくだけでも、九州自動車道の六十四本、三十二箇所に、 上下線一本ずつを超えるトンネル本数を有する。ここでは IC または JCT 間で最も長いトンネルのうち長さ500メートル以上のものを紹介する。IC または JCT 間最長でかつ長さ300メートル以上の橋梁、高架橋を除くおよび案内表示のある橋梁を紹介する。このほか高速道路の歩道橋として お猿の橋が、別府インターチェンジを置いた IC 間120.2、KP、湯布市波間町に架橋されている。これは、人道用でなく、高崎山に生息する猿が移動する際、高速道路上で引かれないように設置された橋である。橋には猿をかたどった装飾がされている。24時間交通量、大道路交通センサス。1回通1年の平均交通量は、 1>, 1万500台、日、二調査当時、角川南シックは未、未供用。三調査当時、国府、シックは、未供用。2010年、平成22年度の調査期間中において、北九州ジャンクション神田北九州空港 IC、以外の有料区間では、高速道路無料化社会実験が行われていた。括弧内は、九州自動車道として通過する、自治体。 開通済み区間のみ掲載する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。